ニュースのお時間です。小山氏がネカフェ住民になっていました。これって、すごい成長とも言えます。今まで、何があっても節約してこなかった男が、ついに節約を始めたってことです。相場としては、ライトパックなら約1500円となるので、月間4万5000円です。そうなってくると、ネカフェだけで生活していけるわけなんです。ただ、これって欠点もあって、 ライブ配信に気を使うってことです。もし、個室だとしても、防音なら問題ありませんが、ただのブースならアウトです。防音個室は若干高いので、それなら格安ホテルでいいんじゃないのってなります。実際問題、ライブも減っています。非常に難しいところでしょうね。せっかくなら、昼の時間に編集を学んで、旅チューバーになっちゃえばいいのに。現状維持は、 自利品でしかない気がしますので、大々的な企画が必要に思えます。続いて、懲役さんが収益停止になっちゃいました。YouTube は、詳しく理由を教えてくれないので、自己分析をしないといけないところが難点なんですけど、懲役さんも、明確な理由はわかっていないみたいです。けれども、おそらくはこれっていうのがあるみたいで、サブチャンネルを運用していくようです。 過去に3回から4回ほど収益剥奪を受けた私としては、まだいけると思います。おそらくなんですが、1ヶ月から2ヶ月で復活は可能に思えます。とはいえ、その期間ゼロとなるのは痛いところでもあります。まあ、サブチャンネルもあるので、運用次第では、なんとかってところだとは思いますが、本当にせちがらいですよね。急にダメって言われてもねって思います。でもまあ、 チャンネル自体を消去するケースもあるので、恐ろしいですし。過去に、知人で50万登録のチャンネルを一瞬で消し去られた人もいました。マジでかわいそう。事務所に入っていても、番からは救ってくれないですから、事務所の意味も薄くなっちゃいますよね。ではでは、チャンネル登録をお願いします。